書8章31節から36ページです。新約聖書182ページです。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかない。子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にするならば、私たちは本当に自由になる。主の御言葉です。神に感謝します。皆さんおはようございます。北川先生が子供メッセージしてくださって、最後にハードルを上げて渡された感じがいたしますけれども、今日はですね、この宗教改革手術ということで私たち集められています。埼玉文区につながる諸教会の皆さんが、今年はこの浦和ルーテル教会に共に集められて、この宗教改革手術の礼拝を共にしています。この時が与えられたその幸いを心から感謝したいと思います。そう、私は普段は竹の塚教会におります。その東京文区でも今日は、杉並聖心ルーテル教会で合同礼拝が持たれておりますけれども、その東京での合同礼拝があり、また埼玉でのこの合同礼拝の時が与えられていて、共に私たちがこうして一つに集められるということの本当その幸いということを覚えながら、今日は共に御言葉に聞いていきたいというふうに思います。で、宗教改革というその出来事自体は今からもう500年前の出来事になります。よく言われるのは、その発端となった出来事は、学校であれば、それを覚えて試験にも出るのかもしれませんけれど、1517年の10月31日にマルティン・ルターという人がビッテンベルクという、そういう今でもそんな大きな町ではないですが、そのビッテンベルクという町にある城教会という、その教会の扉に95箇条の帝題とそう呼ばれる文書を掲示したとされるですね。そのことに端を発して宗教改革という、そういうことが起こっていたと言われています。そして私たちがこの出来事を覚えるのは、私たちこのルーテル教会、このルーテルというのはルターのルーテルですけれど、このルーテル教会をはじめとするプロテスタント教会諸教派のその流れというものが、この宗教改革から始まった。つまり私たちのこのルーテル教会もですね、その流れの中にある。そのことを私たちはこのいつも10月の最後の日曜日に覚えるわけです。で、ルターという人は私たち人間の救いですね、私たち人間の救いということ、その事柄をめぐってですね、聖書の御言葉に聞き続けて、また聖書の御言葉に向き合い続ける中で、その私たちの救い、聖書が御言葉を通して私たちに語っているその救いというのはこういうことなのだということを、再発見したと言ったらいいでしょうか。で、それはどういうことかというと、そう、私がここでこう説明するよりも、今日読まれました、第二朗読でローマの信徒の手紙の3章が読まれましたけれど、その3章の20節からのところ、そこ
を見てくださると良いと思うんですけれど、そこにはこうあるんですね。神の律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされることはない。この神の前で義とされるというのが神様に正しいと認めてもらえるということですね。だからそれを救いと言っていいと思いますけれども、ね、律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされることはなく、律法によっては罪の自覚しか生じないんだ。で、24節のところにも、人は皆罪を犯して神様の栄光を受けられなくなっている。受けられなくなっているが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのだという。これが聖書を通して私たちに示されている福音、神様からの恵みの出来事なんだということですね。このことをルターは自身もさまざまに葛藤し、ね、悩み苦しむということの中でその救いの認識へと導かれて行きました。よくね、神の恵みのみだ、その神様の恵みを信じる、その信仰ということが大切なんだと、そう聞くと思います。で、そのルターはこのキリスト教信仰の救いということをまた自由という、そういう側面からも捉えようとしています。キリスト教信仰では自由ということが私たちの救いということと深く結びついている。今日はそのことを共に御言葉から、そしてまたルター自身の解き明かしから共に考えてみたいというふうに思います。で、今朝与えられている福音書の中で、ね、先ほど朗読されました。私たち共に聞きましたけれども、イエス様はこう告げておられます。私の言葉にとどまるなら、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。真理はあなたたちを自由にする。そう主イエスは言われます、ね、ここで言われる真理とは何か。この歌詞をいつも読むときに、すみません、ね、私名前が真理という名前なのでいつも後で言われるので、すみません、この場であれですけれど、もうね、これは私がということではもちろんないですね。なんかすごい名前を与えられたことだなと思って、いつもそうね、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にするというその言葉ですね。これはすごいことだと、いや、すごいことだというのは恐れ多いことだと思うわけですけれど、ここで言われる真理、それは、ね、言うまでもなくイエス・キリストのことです。イエス・キリストご自身のことである。またキリストにおいて示された神様の恵みの御業に他なりません。先ほどのローマの信徒の手紙3章24節の御言葉、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。私たち一人一人がこのキリストイエスによる贖いの技を通して無償で神様の前に正しいものとされ、神様に受け入れられる、そういう救われたものとされる。ただキリストのみだ、キリストの恵みのみだ。そのように、ただこのキリストを指し示すということですね。キリストを通して私たちに与えられた神様の恵みということを指し示す、その神の恵みにのみ生きるということ、そのことをひたすらルターは告げ知らせたのです。私たちこう御言葉を取り継ぐ者として立たせられている者たちも、そう、このキリストを指し示す、そして皆さん一人一人もですね、
その信と、そういう歩みの中で、その歩み、生き方、生活ということを通してキリストを指し示す、その歩みへと一人一人が招かれています。で、そのルターはですね、先ほどこう救いということを自由という側面で捉えようとした言いましたけれど、ルターが書いているキリスト者の自由というその本の中でこう記しています。ルターがこう言っています。キリスト者とは何であるか、またキリストがこれに獲得してくださった自由とはどのようなものであるか、これについて聖パウロ、つまり聖書は多くのことを書いているが、我々もこれを根底から理解できるように、私は次の2つの命題を掲げてみたい。そして2つの命題をこう記しています。キリスト者は全てのものの上に立つ自由な主人であって、誰にも服しない。キリスト者は全てのものに仕えるしもべであって、誰にでも服する。この2つの命題は明らかに聖パウロがコリント人への手紙第一の手紙12章に、私は全てのことにおいて自由であるが、自ら誰でものしもべとなったと言っている、また同じくローマ人への手紙13章に、あなたは互いに愛し合うことのほかは誰にも何も負い目を負ってはならないと言っている通りである。で、ここでルターはですね、キリスト者の自由で、キリストがそのキリスト者に獲得してくださった自由について聖書の御言葉から一見相反するような2つの命題を掲げています。キリスト者は全てのものの上に立つ自由な主人であって、誰にも服しない。そしてキリスト者は全てのものに仕えるしもべであって、誰にでも服する。一方で誰にも服しない、全てのものの上に立つ自由な主人が、つまり全てのものから自由になっている、囚われから自由になっているものだと、そう言い、しかしまた誰にでも服する、全てのものに仕えるしもべだと、つまり全てのものに服従しているのだと、そう言います。私たちが思い描く自由というものの感覚からすると、誰にも服しないというのは、まあ、まさに自由だとそう分かるのですけれど、誰にでも服するというのはその正反対で不自由なことだと感じるのではないかと思います。しかしここでは誰にも服しないということと誰にでも服するということが自由というものの範疇に捉えられています。つまりここで言われている自由というものには2つの側面があるんだ。それはあるものからね、あるものからの自由ということと、あるものへの自由ということです。私たちは普通自由ということを、あるものからの自由ということを考えます。つまり自分を何か縛りつけているもの、束縛しているものから解放されること、そのことを考えます、ね、いろんな束縛がある、そういうものから自由になりたい。で、それは確かに自由というものなのですけれど、しかしそれだけでは自由というものの一側面でしかない。あるものから自由になった、あるもの束縛から、ね、自由になった、罪の奴隷から自由になった、その私たちはそこで今度は何をしていくか、
その自由になったこの心と体ついて何をしていくのかということがないと、結局は何もできない、やることがないという、そういう不自由さの中に置かれていくことになります。そう、生きがいということが言われますけれど、生きがいと言いますけれど、たとえあなたは何をしてもいいよ、何してもいいんだよとそう言われたとしても、そこで何か自分の生きがいになるもの、自分の生きる目標、目的というもの、それが見出せなかったとしたら、私たちはそこで生きる虚しさということを募らせていくことになると思います。しかし生きがいを見出せたとしたら、生きる目的というものを見出せたとしたら、そのためには自分が苦労することも、あるいは進んで犠牲を払うということも厭わないのではないでしょうか。自ら進んで何かに取り組んで、何かに仕えていくことができる、それが自由というもののもう一つの側面であるのです。からの自由と絵の自由、これがキリスト者の自由であり、キリストが私たち一人一人のために獲得してくださった自由である。ルターは聖書の御言葉から私たちに説いています。イエス・キリストはその十字架の死と復活によって私たちを罪の縄目から解放し、そして永遠の死と滅びから解放してくださいました。罪を犯す者が罪の奴隷なのだ、そう言われる。ですがその私たちに罪の許しということを与えてくださった。罪の囚われから自由にされたのです。誰にも何者にも服さない自由というものをそこで与えられている。そして大事なのは、さらにその自由にされた私たちがどう生きるのか、自由にされた私たちがその自由ということの中でどう生きるか、私たちの生きる道、私たちがこの自由とされた心と体とで本当に生き生きと生きることができる道、生き生きと生かされていく道をキリストは教えてくださっているということです。それがキリストが示してくださる愛の道です。神様への愛、隣人への愛に生きていくということ。福音書の他の箇所である律法学者が、律法の中でどの掟が最も重要でしょうかと、そうイエス様に尋ねた場面があります。その時にイエス様は躊躇することなく、神様への愛と人への愛ということが最も重要である、答えられたことが記されています。イエスは言われた、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である、隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。この神様への愛と隣人への愛、人への愛に生きるということ、この神様の御心に生きるということ、そこに何者にも服さないからの自由とされたものが、何者にも服するへの自由に生きるという本当の自由があるのです。この神様の御心に生き生かされるという自由、強制されてではなくて、罪の許しを与えられて永遠の死と滅びから解放されたものとして、その囚われから自由にされたものとして、自由を与えられたものとして、その自由を得させてくださった神様のために喜んで、決
キリストに仕えていくこと、従っていくこと、キリストの道を歩んでいくこと、ここに神様がキリストを通して私たち一人一人のために獲得してくださった本当の自由があります。キリストにあって誰にも何者にも服さない、その自由、また誰にでも何者にも服する自由に生きる道があるのです。それが誠にキリストのあがない、ね、キリストのあがないによって罪許され救われている者の姿であるのです。エフェソの信徒への手紙2章10節にはこうあります。私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたのです。私たちはその良い技を行って歩むのです。キリストが十字架の死による贖いによって私たちのために獲得してくださった救い、その自由をもって私たちは神様が前もって準備してくださった良い技、神様の御心にかなったその働きに感謝、また喜びを持って仕えていくものでありたいと願います。私たち一人一人の歩みも、また私たち一人一人が生きた枝として結ばれているキリストの体なる教会、その教会の歩みにも、そこにはいついかなる時も絶えずまどろむことなく見守っていてくださる方、常にすべての必要を備え、すべてを時にかなってふさわしく導いてくださる、その神様の確かなご計画があって、その主の慈しみのうちに導かれて今日ここに至っている私たち一人一人です。また教会の歩みです。その私たちの歩み、教会の歩み、その歴史というものは、またキリストご自身がこれまで歩んでこられ、そしてこれからも歩んでいかれるその歩みです。まあ、歴史はヒストリー、英語では言いますけれど、それはある人はヒズストーリーだ、ヒズというのは大文字のヒズですけれど、で私たちの歴史ヒストリーというのはヒズストーリー、彼の、つまりキリストの、キリストの物語なのだ。私たち一人一人がそのキリストの物語ということに結ばれてここに生かされている、そのことを心にしっかりと刻み覚えながら、主の御心にかなったことは何であろうか、そのことを問いつつ、その主の御用のために用いられていくものでありたいと願うんです。主の御心にかなって生かされていくものでありたいと、そう願います。主のために、隣人のために、教会のために、そしてこの世のために、私たちはキリストを通して与えられたこの自由、そして今生きているこの命を喜びと感謝を持って用い使えていきたいと思います。主の御業に仕えていくものでありたいと願います。主の御心に生きる自由、その自由に生かされて共に生きていく私たち一人一人であり、また教会でありたいと、そう願います。主よ、私たちを憐れんでください。また私たち一人一人、そして教会をふさわしく導いてください。お祈りいたします。主なる神様、今日この日をありがとうございます。私たちがそれぞれの場から今この浦和ルーテル教会に共に集められまして、共同この主日、あなたが私たちのために備え与えてくださる豊かな恵みに共に預かることができます幸いを心から感謝いたします。こうして私たちが今日ここに集められました、そこにもあなたの導きがありました。あなたの導きの中で私たち一人一人に与えられた自由、その自由を
こうして共に集められてあなたの御業に預かるということに用い、そして今その恵みに豊かに預かっている私たちであることを感謝いたします。どうか私たち一人一人ここからまた使わされていくものでありますけれども、常にあなたによって支えられ守られながら、あなたが与えてくださる命、その獲得してくださった自由を、あなたの御心にかなってあなたに仕え、また臨時に仕えていく歩みへと進ませてくださいますように、この感謝とそして心からの願いと、私たちの救い主御子主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。